はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、札幌麦とホップの、冬限定、彩りのモルトセッションです。なんか似たような名前あってね、俺飲んだような気するんだけどね、ちょっとわかんないですね。アルコール度数が 5%。これは第3のビールですね。原材料が発泡酒、かっこ麦芽と、大麦麦芽、小麦麦芽と、ホップと大麦と、スピリッツ、かっこ大麦です。ややこしいな、これ。2種の、濃色麦芽と小麦麦芽が織りなす、美しいブラウンと、滑らかな飲み口。コクを感じながらも驚くほどスムースで飲みやすい。この冬だけの味わいをお楽しみください。これ美味しいんじゃない？なんか、わかんないけど。これ飲んだ気すんだけどな。動画ググったら飲んでなかったっぽいんで、多分。カッピー。あ、今日はね、クリスマス、あ、もう26日になってしまった。クリスマスだったんだけど。滑らかなコク。新体験。あ、これ美味しいですね。うん、なんか、口当たりがまろやか。口当たりがまろやか。で、特に苦くもないんだけど、香りがいい感じの、なんか、あれですね。うん。香りが、ちょっと、琥珀エビス的な香り。うん。香りというか、風味がね。まあ、色が結構濃いんで、うん。うん。ちょっとフルーティーな香りもしつつ、美味しいですね。ほんと最近の第3のビールは本当にうまい。うん。本当にあれだな、うまいな。最近の第3のビールは、札幌のピーチベルグっていうのが出るっぽいですね。ベルグシリーズ。そして今回は、2月14日発売、なってるみたいですね。うん。ルビーベルグも恐ろしい。あ、これはあんま美味しくなかったんだっけ。あ、ルビーベルグは大してうまくなかったんだっけ。あ、何がうまかったんだっけ。あれ、あれ、うん。ちょっと覚えてね。札幌の銀座ライオンスペシャルなんてのも出てるみたいですね。わあ、これは知らない。見たことない。限定醸造。日本最古のビアホールであるエビなんとかビアホールをルーツに持つ銀座ライオンの創業110周年の際に、
生ビールの達人たちが集まり、2009年に記念醸造した限定ビールを、モデルに缶で限定販売します。これ確かに見たことあるな。銀座ライオン。札幌もやっぱあれですね。本当にあれだね。札幌もいろいろ出してきますね。ああ、札幌冬物語ね。ああ冬物語か。冬物語もうまいよな。これも。ああ、うまい。唯一まずいのがドラフトワンぐらいか、札幌は。本当にあれだね。第3のビールはもう、麦とホップシリーズ&ホワイトベルグシリーズ。共にあるもんね。いい、うまいよね、これ。実にうまいよね。まあ、今年のクリスマスは特に何もなかったけど、特に何もなかったですね。まあ、特に何もなかったけど、まあ、特に何もなかったな。本当に特に何もなかったな。マジで。マジで特に何もなかった。ああ、特に何もなかった。ただ、あったかかったね。今日はあったかかった、めっちゃ。気温がね、15度ぐらいか、わかんない。13、4度ぐらい行ったんじゃない？俺の部屋の気温が18度ぐらい行ったからね、あったけーと思って。で、外出たんだけど、あったかくてね、ジャンパーいらなかったもんね。あったかくて。いやー、でもやっぱあれだね、寒いね。こういうのを飲むと。寒い。朝日と。最近なんかあれなのかな？他のビールブランドが、なんか新しいの出したんですか？あ、朝日のスーパードライ特別限定醸造なんての出てる。え、知らない。2017年の12月19日発売。完全予約受注制だって、なんだこれ知らない。は？完全予約受注制？これ見たことないぞ。これ飲みたいなぁ。これどうやって飲めるのこれ。え？期間限定。あ、でも期間限定って書いてるってことは。ここら辺に売ってんのかな？これ見たことないですね。でもさ、なんかスーパードライってさ、なんかさ、なんでもかんでもさ、適当にいろいろ出してるけどさ、ぶっちゃけさ、大したことないんだよね。なんか、特別限定とかさ、なんとか限定とかさ、で、あと、ドライプレミアムとかさ、ギフト限定とか抜かすけどさ、別にって感じなんだよね。結局さ、はーん、みたいな。実際飲んでみると、はーん、
こんなもんか、みたいな感じで終わる。特にドライプレミアムはほとんど肩透かしにも程があるよね。本当に肩透かし。あれかな？コンビニとかで売ってねえかな？あとキリンのね、グランドキリンとかいうゴミみたいなやつも。いらない。ほとんどいらないよな。こういうグランドキリンとかさ。グランドキリンも肩透かしだよね。実に。まあ、やっぱキリンはハートランドかな。ブラウマイスターもあるけど、ハートランドだろうな。特にあれですね、新しいのは出てないですね、キリンはね。キリンは、これか。キリン喉越しストロングっていうのが今度出るらしいから、これいつ出るんだっけ。1月23日。まあ、これをちょっと楽しみにするしかない。サントリーはと。サントリーは、新商品的なのは、なんか重いぞ。なんかサントリーのサイトが重い。特にない。あ、なんか重いな。特にないってこともないのか。今日の贅沢、冬季限定。ほう。ほほう。あ、これ飲んでみたいな。第3のビール。今日の贅沢。冬の氷点貯蔵。冬にぴったりのキリッと濃い味わい。あ、これ飲みたいな。11月7日発売ってことは、あれ？俺こんなの見たことないんだけどな。なんか売ってない、結構あるよね。なんか売ってないうちになんか終わったみたいなのが結構あるけど、コンビニで売ってない、のか、コンビニでは売ってなくて、スーパーでしか売ってねえと。そういうあれなんか、ちょっとわかんないけど。で、そういうのありますよね。もうさ、金は出す。新商品が出たら全部俺のうちに送ってくれって。いうなんかサービスがあればいいんだけどさ。金はその分出すから。その分っていうか、その代金は出すから。全部送ってくれって。もう自動的に。もう、1日ぐらい早く飲めるサービスを展開してくれたり。
コクそんなにないんだよな、これ。で、甘みはちょっとあるぐらいで、そんなにでもない。香りは、まあ、こんなもんか。まあ、結構美味しいですね、これは。美味しい美味しい。3344です。ご視聴ありがとうございました。